ヤガチャガチャンネルは。前回魔のルーム41ループに耐えられずにステートセーブを用いたヤガミ、あとはボタンを一つ押せばいつでもルーム43に戻ってこられる状態になった。ただしそれは逆を言えばいつでもクリアランクを下げる準備が整ってしまった。ヤガミは気づいていない。きっとステートセーブはシルバーへの降格だと信じている。自分が今シルバーとブロンズの狭間にいるとも知らずに。でとりあえずこれ自体はもうハイスピードバトルじゃんね。で結局ここ打ち返しでしょ。ただのお化けとドラゴンの。あくそ、まだ。危ね。ちょっと待って、ダメだ、あそこあると。いや待て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 、なんだこれ。ここまではいいじゃん。こっからだよね。こっからってでもやること変わんねえはずなんだよな。あぶねえ。でとりあえず一歩道を用意したけど、バーか、何も変わんねえじゃん。でとりあえずまあ、でこれ自体はジャンプ避けのためにもあるはずなんだよ。あ、地獄だぜ。うい、復帰。だからブロックで追い返そうとしないで、わあ。そもそも全ての元凶はルーム42にあるのだ。ルーム42が仕掛けが分かると冗長的でひたすらに長い。これをクリアしないと目当てのルーム43にアクセスができない。この仕様がプレイヤーを苦しめる元凶だった。だからこそステートセーブをしていたのはこのルーム42を見るストレスと戦っていたのだった。何やってんだよ。
違うな。手前で戻させて、で手前で戻させて、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 戻させて、で、よいしょ。一回戻っていただいて、バーカ。ちょっと待って、辛いな。跳ねか、よし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 、タイミングをはめたかったんだあいつらので、実験いくよ。はい、うわあ、あ、くそバカじゃん。ステートロード使います。さすがにきつい。もうあそこの攻略ができてないのに、この戻し作業が43面がやりたい、本当に。いやー、くそー。ルーム43の突破口が見えていない状況でのルーム42があまりにストレスとつながり、ヤガミはついにリンゴをかじる。そのリンゴがブロンズのリンゴとも知らずに。持ってかれすぎだよ。うわあ、うわあ、あ、くそー。あ、うわあ、うわあ、しかももう、あー、もう、あー、俺鍵取ってね。もう、何、届かない。うわあ、もう上から来て。奇跡みたいなの来たな。わあ、これ行けって言ってるよ神様が。避けんの超楽だもん。避けんの超楽だもん。うい。新展開。新展開だよ。ちょっと待って、普通に一回超もうひよったことしよう。これでカギ取ってない。いやでもリズムは悪くないから、あえてここ、ああ、ギリいけなくはないぐらいかな。それそのまま落ちてくれたらもういけてた。すっげー、ドラゴンが下来ちゃったな。いけたな今。あー、オッケー。
鍵持ってるね、鍵持ってるね。やっと行った。長かった。さて、あ？完全なパズルだな。で、完全なパズルなのは分かったが、左上に一回行かなきゃいけないんだね。一回左上のあの炎を二段落とさなきゃいけなくて、二段落とすとなると、いやちょっと待ってよ、気になるところが何箇所かあんな。ぱっと見俺には積んでるように見えるんだよな、このステージが。灰色の炎のせいで。水色か。あの水色の炎はスッて入ればいけますよみたいな話か。これ崩し間違えたら積むんだと思うんだよね。ただ最初の進行ルートは2箇所ぐらいしかなくて、で、まあこうしとかないと後々困るよねみたいな。でこうすると、そうだね、こうしとくと、こうすれば、うん。で、どうせあの炎も邪魔になるのは目に見えてんだけど、あの炎を落とすと脱出路がないから、だからこうしときたいんだけど、違うか、あれは横からでもいけるから、そこまで焦んなくていいのか。で、むしろだけど、ここに足んねえんだ。で、これで、いけますよねってなって、あー、でもこれで結局積んだのか。帰れないもんね。上も壊しときゃよかったんだよ。やり漏れないよな。せーの。よし。よし！来た！45。何が待つ？鍵がね。マジでか。
この炎の意味が分かんねえ。何のためにあんだ。おい、何のためにあるんだ。だからまずやることは間違ってなくて、こうよ。でよいしょ。でだからあの中腹に入る一瞬の隙がありゃいいわけで、あぶね。だからあえて言うならこうしといて、これで待って待って、抜けても中腹に溜まっちゃうから、この上で逃げ道を用意しといて、こうやって、で次の周期でで一回これで安全になってるから、さらに次の周期でこうして、で次の周期でこうして、鍵取れました。よし、もう一面一面ステートセーブして必死に食らいつく感じ。あ、絶対あれ右上に鍵じゃん。一段ずつしか登っていけない気がすんだよね。だからこうやって離れたところからで、ちょっとドラゴン邪魔だな、ドラゴンめっちゃ邪魔だな。めっちゃ邪魔だな、めっちゃ邪魔だな。とりあえず事故の要因になりそうな序盤に出てくるやつは消すとして、でちょっとこのちゃんと左側キープを忘れずにして、で落として、うん、でどっかのタイミングでこうやって打って、他のタイミングで反対側にも打って、であいつ消すでしょ。で適当ないいタイミングであいつも消して、いよいよスピードは今非常にいい。でいっかいもここはしょうがないから、こうやって回る覚悟で対応していって、
はい、ちょっと一回どうしたらいいか分かんなかったので、あ、待って、今ペースは悪くないんだ。で一個出して、どのタイミングでもいいから一回殴って、あぶねー、待って、あー、それは予定外で、よいしょ、でこうしてちゃんと話打ちして、で、2体がいなくなった隙に段差だけ出して、まあ、次の周期とかで、あー、段差出してね、そっか、そこにはもう一回出しとかなきゃいけねえのか、だからこうか、いや違うな、そんなん間に合ったわ。で、こうしてこうして、どうだどうだどうだ、きた、しゃ、はぁ、きた。あ、なんだって、なんだこれ、今の俺にはあんまり難しく見えてねえんだけど、勘違いか。ベル、敵、ベル、そっか、クリアした状態でステートセーブしなきゃいけないから、もう一回クリアだ。マジか、もう二度とやらなくていいと思ったのにな、もう二度とやらなくていいと思ったのにな。一回クリアした安心感はあるぞ。よし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 。よし、これは文句なし。これはまさに文句なしでしょう。で、これでセーブしたので、そっか、でもそうなると違うところのブロックをうまいこと使ってきましょうねって絶対なるんだろうな。でもこれで、あー、戻れないのか、ちょっと待って、戻れない、どうやって帰るんだこれ、待ってね、いや帰れねえだろこれ、いやこれキロなくない、あー、右下、違う、無理、右下も途中で帰れないよ、炎が邪魔で、え、帰れなくない、あえて言うんだったらこっから無理くり帰還する方法しかなくない、でもあそこもう仮面出ちゃってるから、でも今の方法なら鍵取れる、え、何も気にしないで、これデスルーラーのことだけ考えればいいんじゃないの、だからここで一回取って死んで、だから一回ちょっと失礼してステートロードして、一気消失だけどこれで死んで、で次で、現れる前に、待って、
いやでもいけそうじゃない、いけそうじゃない、いけそうじゃない。だからこれで取って死んで超高速掘りができればいけるんじゃない。ここで一回はめて、あー終わらないアーチが生まれた気がする。じゃあもう一個ここではめて、ほらデスルーラですよ。ここはさあ48面、ここで終わりよね。鍵近い。あ、まあ分かったのは2周しろってこったよね。だってこれもう取れねえもんね。でそうなるとどのルートを使って上に行くかでしょ。いやここちゃんと計算しないと回れねえ気がするぞ。待って、だってこれよいしょ、おーナイスー。あーでも結局ダメだこれ、ここ一個いけねえわ。2ブロックはいて、あーちょっとこれ戻しますね。だってそう考えると出れる場所が中央と右は出れんのかな。あれ中央から出れんのは今わかったから、とりあえずこの炎を一番下に落として落とすでしょ。いや中央から出れるけど、あ出れんのか。ここだってそうだよね、ここあのあれが邪魔でいけないのか。じゃあ中央に行くための通路を開けなきゃいけなくて、それ自体は右側でしょ完全に。あーだからこの時点で積んでんのか。積んでんだ。最終面が求めてくるのはまさにパズルの真骨頂。どうやったら先に進めるのか、それをひたすらに検討を続ける。浮かんだらトライアンドエラー、それを繰り返して少しずつ少しずつ真実に近づいていく。このステージで終わりだと信じて。逆にもう一回ワンアップ出たら確定みたいなところあるけどね。でここは行く必要があるんだっけ。あ、ねえか。まあでもワンアップが出るかの確認のために来てるっていう意味合いだったらもう一回来てもいいかな。出ないね。で本題に入ろう。やることとしてはまずこれは落としとくじゃない。で、これ落としてこれ出して、でまあ一番下まで気持ち的に落としときたいからこうじゃない。でこれは何にも意味ないのかな、この道を作っとく。あ、違う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 、あ、ダメだ、これ道作っといてももう一回来れるわけじゃねえもんな。でこれを落とすじゃない。でそしたらここに話し打ちしといて、で危ねえ、で落とすじゃない。
で、これで先にこっちに行って下から掘って、で、この状態で上から行くとこういけるわけよ。気になる。あ、声もやった。で、これでドアが開きましたから、今のがもう一回できればクリアなんじゃないかな。ドア開いたもんね。待って、さっきの図式もう一回確認するぞ。いいんだよな、いいんだよな。だから左側は別に対応しなくてもよくて、で、よいしょ、着実にやることができれば、よいしょ、まあなんか気持ち悪いから落としときつつ、よいしょ、危ない、うい、あれ、あった、で、こうしといて奥側出して、で、危ない、はい、で、落ち着けよ、先に、こうしといて、おい、さあ、これでどうなる？ついに迎えた決着の時、そしてこのステージの先で待つものとは。ソロモン、ちょっと待って、これセーブしといた方がいいやつだよね、多分。え、出口ねえじゃん。え、そうなると単純に考えると、ほどほど、こことかこことか、あーってたー。ってことはこれぐるっと回したいだろ、ステージ設計上でいくと。開発者の気持ちだって考えるなら、ここか。あー、ナイス。で、これ自体は右上まで行けって感じか、右のとこまで。だからここら辺で、おお、いいよいいよいいよ、おっと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 で、あー、ちなみにコンティニューしたらやっぱ41だ。地獄のようなゲームだな。でもこれ逆に言うと1機しかないから、1機で全部やんなきゃいけないんだ。よいしょ。で、タイミング考えると、あれか、ブロック出してる暇なんかねえか。だからいい感じに抜けて、これは壊れないやつ、壊れるやつか。あー、待って待って待って、おかしい、待って待って、これが成立してるんだったらクリアできない、この面。だからそれは絶対違うから、アバーン、どっか行けんだ。よいしょ、うわっ、どこだろう。ああ、でもこの真ん中のイライラ棒はさせたいと思うと思うんだよね、俺が開発者なら。だからあそこ自体は間違ってなくて、
この後なんじゃないかなって思うんだよね。だからたぶんこれが壊れるんじゃないかなって俺は思ってるんだけど、とりあえずアメドラゴンダメだ。よいしょ、そうね、いいねいいね。おー、なんか変な挙動したね今。これ壊れるよね、じゃないとおかしいもんね。ってことはここ壊れる。ここじゃないの。ちょっと待って待って、違うの。どういうこと。違うの。なんか壊れた。でこれ、最後全然わかんない。制限時間が一定とか、ザ・パワー・オブ・ソロモンズ・キー、シールド・アウェイ・ザ・デビルス・アンダーグラウンド、なんか悪魔が地下からいなくなったみたいなこと、これってことかな。あーで終わりだ。だこれでクリアなんだね。なるほどなるほど。いやー46面よ、ほんと46面よ。まあでもクリアはできてよかったね。いや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 、今回のはクリアできてまあよかった。本当に結構つらかったもんな。さてクリアおめでとうございます。ちなみに最後のステージは、ブロックを壊す条件は鏡に対して一度ブロックを作ろうとするが条件だったんですよ。たまたまとはいえ脱出ができて本当によかったですね。それはそうと、ここでお伝えすることがございます。今回のクリア条件、ただいまのクリアはブロンズでございます。というのも、今回のエンディングは新エンディングではありません。シルバーの条件はステートセーブなしで今のエンディング、そしてゴールドはステートセーブなしでの新エンディングとなります。もちろん情報としては攻略なしでは厳しいので助言をさせていただきます。ご継続いかがなされますか。はあ、なるほど。このままだとブロンズですか。ステートセーブしないでシルバーで、ステートセーブしないでじゃあステージの情報を教えてもらえてプレイするとゴールドになる。おー、なるほどね。オッケーです。今月ブロンズでいいです。ブロンズでいいです。じゃあ私には多分ゴールドは荷が重たすぎます。はい、無理だよこの難易度で。41面から48面、一切死なないとか、死なないの前に死んでるんだしな。だって47、48デスルーラーだし。いやー、ちなみにですね、スイッチオンラインにてです、スイッチでアーカイブにてですね、こちらのソロモンの鍵のアーケード版が配信されておりますのでですね、グラフィックちょっと綺麗になっておりますので、もしも勇敢な方がいたらですね、私の屍を拾ってみていただけるといいんではないでしょうか。というわけでございまして、ブロンズ多くない最近マジで。それちょっとなと思いますが、まあ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 、まあ、そういう感じで、まだ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 期間ありますから。来月鬼タイトルでしょ、なめてんの。
そんな感じでやっていきましょう。というわけでございまして、今月も、ここまでのお相手は私、ヤガミンこと、ヤガミハヤテがお送りしました。というわけでですね、ゲームクリアまでのご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた来月のタイトルでお会いしましょう。See you next time, stay tuned! バイバイ。今回のチャレンジの結果は、ブロンズでの妥協、そして逃げたヤガミさん。今月1ポイント獲得をしたことによって、残りは7本で9ポイント。しかしながら予定通り、来月は鬼タイトルが待ち受ける。というわけで、そんな来月のタイトルは、気持ち悪いほど完成されたあのアクションゲームがついに登場。そしてツイッターのアンケートの結果、来月のゲームマスターはボリュームも大変なことに。果たしてゲームマスターはしっかりと存続し、来年も配信することができるのであろうか。来月に続く、来年もこのナレーションのお仕事ができることを期待して、お疲れ様でございました。バイバイ。